こんばんは。ヒアリースタイリング、まふねめぐみです。ヒアリースタイリングチャンネルでは、毎週月曜21時、3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分で解説をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。気になる今日のテーマはこちら。骨格診断タイプ別、似合うブーツ。ストレートタイプ。ヒールの太さはミディアムぐらい、形はショートブーツの形が似合いますよ。ウェーブタイプ。ウェーブタイプはヒールが細いものが得意になります。デザインとしては足首が見えるものが得意ですので、ブーティーがおすすめですよ。ナチュラルタイプ。ナチュラルタイプは足首がぐっと締まっているものが苦手になります。足首のないアキレス腱が隠れる長さのショートブーツがおすすめです。じゃあブーツの基本が分かったところで、次ですね、装飾がいろいろついていると思うんですけれども、装飾ってどんなものが似合うのっていうのを解説させていただきますね。では続きをどうぞ。ベルトは細いと女性らしく、太いとかっこよくなっていきます。少しカジュアルにしたい場合には太めのものを、女性らしくしたい場合は細いものを選んでください。サイドゴアゴムになりますので、少しカジュアルな感じになりますね。今年っぽくこなれ感は出やすいですよ。ウィンドペンは男性の革靴によくある装飾になりますので、少しカジュアルダウンするときにはおすすめですよ。スタッツは形によってイメージが変わります。丸いものだと可愛らしく、尖っているものだとかっこよく、エッジが効いたアイテムに変わりますよ。エンジニアブーツが似合うのはナチュラルタイプの方ですが、他のタイプの方ですと似合うように本革にしたり、エナメルにしたり、自分に似合う素材を使っていきますと、いけるようなアイテムになっていきます。ぜひあなたに似合うブーツを手に入れていただきまして、今年の冬もおしゃれに過ごしてくださいね。骨格診断って何？私に似合うものはどんなもの？気になる方は下の詳細欄の方から骨格診断レッスンにお申し込みをお願いします。ヒアリースタイリングチャンネルは毎週月曜21時、3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分で解説をさせていただいております。2016年本日が最後の更新日になります。皆さんご覧いただきましてありがとうございました。来年もヒアリースタイリングチャンネルをどうぞよろしくお願いします。では本日はこれで終了です。ありがとうございました。